ちが緊張する、うん、残り5ホールで谷本さんがマジにやるって言ってますんで、うん、連動プロやっと待ってました。楽しみです、はい、じゃあこれ14番ホールミドルホールですね、はい、こちらからスタートしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ナイスボー、バンカーかな。どうもお願いします。お願いします。ナイスショー。おはようございます。フェアウェイど真ん中。うん。オッケー。おはようございます。気合入ってるな。おもろいな。いいよ。回って解説するんです。面白いね。いつも僕はする方だ。あ、そうだね。はい。あれ。バンカー通りどれぐらい？270ヤードは絶対いるんで。ああ、上げてますね、ちょっと。そうですね。結構、いい当たりしないと超えないと思うんですけど。もう全然手前や。超えてないか。バンカー入ってましたね。あ、超えてないんだ。7ちょっと上げてたんですよね。120円で120ピンまでで、ウェッジで50度で、はい、うまい。おお、よいしょ、よいしょ。むしろなんかバンカーの上優そうに言ってました。まあ、ラフよりがいいっすよね。やっぱそうですか。バンカーの方が。あ、うまい、今のは。ね、うまいですよね。綺麗に。うまいっすね。ありがとうございます。距離は105ヤードです。52度でいきます。52度、はい。お、筋った。お、うん、お、お、これはついてると思う。ナイスオン。ありがとうございます。なかなかさっきのボギーをなかなか見せます。今のでも石破さんのあのバンカーショットやっぱうまいですね。谷本さんおっしゃってたけどラフよりバンカーの方がいいですねっていう。いやいや僕らラフの方がいいんだけどと思う。僕全然ラフの方がいいんですけどね。バンカーかぁ、ナイスです。わっちか、ちょっとすごい、すごい勝負になってきた。うまいっすね。プロか思いましたよ。ほんま。アマチュアなんや。こういうのが本当の意味でのパットイズマネーなんですね。ですね。これが入るか入らないかさ。そうですよね。わー、ナイスバーディー。ナイスバーディー。綺麗なバーディーだ。ありがとうございます。わー、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。緊張するこっちが。いやー、健太のバーディーパットもあれ外れとったら相当2メーター近くいってたっすよ。あの、うん、
やっぱちゃんとああやって打てるのがプロなんですよね。うん、そうですね。うん、ショート。ナイスです。よう入れたの。うん、いや、もう腹くくったっす。なあ、あれ難しいよね。お、このショートちょっと難しいぞ。筋いってるよ。ちょっと弱いよね、これ。開いたね。上ばっかり飛んだね。ちょっとやりすぎだな。でも乗ってる。乗ってますよ。右端ちょっと外れたかな。まあ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 5番円で打つぐらい、うん。ちょっと弱いですかね。ここが難しいグリーン上から速くて右サイドは右サイド左サイドは左サイドに打たないとなんかケンタのアボトシ結構難しい。順を超えるショートはそれなりに難しいですよ。結構難しいですね。打ち下ろしですし結構打ち下ろしなんで、そうですね、20ヤードぐらいはあると思うんですけど体が影響を受けるし、はい、結構やっぱ考えさせられますね。チャイフックよね、これ。よいしょっす。どれぐらい？ワンカップ、ツーカップあるかな？あるかな？最後曲がらんけんな、あれの真ん中だけ。ナイスナイスナイス。いや意外に難しいですもん。登りが結構すごいですもんね、うん、距離感だけです。おーしおーしナイスワイナイスワイ。次ナイスパーナイスパー。うわーやって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 。うわーやって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 。外したところが悪いです。やっぱそうなんですか。そうそう、このショートはね。うん。ウイです。どんまいどんまい。どんまい。うわー。健太頑張って。やっちゃった。やっちゃったっす。俺はもう相手を楽にさせちゃったっす。さあ一打リードしたい谷本さん、はい、ちょっと楽しみですね。本当ですね。ナイスショー。フィーリングが効かないね。あれでも超えないんだ。結構タフなホールですね。本当ですね。ナイスショー。同じ方向。あれグリーン見えるのセカンド。いやギリギリですね。あああと3ホール村田にそれは面白い。ヒールに当たらんようにちょっと食い取ってくれ。ヒールがかかるやっぱり気持ちが流行ったのかな。体が浮きまくるのかな。16、18がロングで、まあ、この2つは、まあ、俺らは、まあ、ほぼほぼ取らんとやめ合い。あなるほどですね、まあ、ちょっとまあ長いミドルぐらいの感じで、ほぼ自分の自滅っていう。自滅だねバーディー、まあまあまあ。いやー、すらないっていいですね、ボギー叩いてるの。そうなんです。なんかね、ここ、日本
ングでバーディー入ってたら流れが一気に来てると思うんですよ。ああ、そうですね。まあ、これ難しい、それそういうところ。これもゴルフなんで。238ヤードアゲンストクリークでいきます。ナイスいったんちゃうんすか。うわ素晴らしい、ナイスオン。ちょっと235ヤードです。ファイブウッド。うわ、これもいい。これもいいぞ。これも数字いったな。でかいかな。ちょっとバンカー。ちょっと気合入りすぎたな。はいはい。でかかったか。みんな軽く飛ぶんだね、あんなに。そこまで行くと思わなかったですけどね。はい。ナイスオンっすね。なんか逆に沈んのってさ、もう上げるしかないわ、思うとるけど、逆に良かったかもしれんね。浮いとったら、ケンタの、はいはい、いろいろ考えれるやん。選択肢が広がったらむずいよね、逆に。このバンカーは結構一般の人入れたら難しいね。一般の人はもう全然、もう、高さがあって、ね、うん、近っ。くぅ、あー近いな。これ一番差あるな。ナイスショット、素晴らしい。これ入れられるかちょっと近っ。近いね。これこんなとこ打ったことないですけど。うわうわ、そんな、うわじゃないよ。サンドセーブ率悪い僕に。これサンドセーブ率悪いんですって。いつも練習させてもらうんですけど、ここから打ったことないです。そうやろな、俺もそこから打ったことないもん。なかなかスピンかかんない。から下ってますからね。意外とスピンがあんまり入らない状況なんで。遠藤君がバーディーパット入れると、今度はね、谷本さんのイーグルにちょっとやっぱプレッシャーかかるんですよね。そうですね。次です。パーです。ナイスパー。多分これほとんどまっすぐだと思うんですけどね。上りも。うわ。ナイスライス。入ったと思った今のは。パーです。ナイスバーディ。ナイス。ナイスバーディ。ああ今の入ったら思ったんやけどな。今切れないか、切れなかったですね。切れなかったですね、最後。ケンタのも切れんかったもんね。全然もうまっすぐでしたね。2打差か。2打差ですよ。やっべ。ちょっと頑張ります。次まず1打を詰めときたいですね。そうですね。さあ、2打差、あと2ホール。ナイスボール、ナイスボール。
わお、ナイスボール、グレイト、うん、ありがとうございます、ナイスショット、ありがとうございます、セカンド入るよ、ティーショットいいんやけどなぁ、ありがとうティーショットいいですよね、確かにティーショットいい感じです、うん、なんちょっとバーディー、そうですね、あれもさ、ボギー叩きそうじゃないから2人とも飛んでるね、ピンまで108、108、50ウェッジで50、はい、50、はい、うわナイスオン、ナイスオン、おバカバカ、おおおおおおおめちゃくちゃ戻ってきた、すんげえ戻ってた、結構傾斜があるんですかね、めちゃくちゃ傾斜入りすぎやぞお前、全スピンかけてない、めっちゃスピンかかったね、びっくりしました、手前で止まって内側で止まってくれるわね、そうそう、逆に見せてもらえた、あんなに戻ると思わなかったです、うん、いや途中で止まると思ったんですよ、はい、おっと思ったら、あ結構傾斜あるもんこれ、おぉ、頼みます、バーディー、バーディー、読み切ってた、頼みます、イジイジ、よう入ったね、よく入りましたね、真ん中から入りましたよ、弱いわ、もう打ってない、もう珍しいですね、よし、うん、いやラインばっかり気にしてしもったわ、入らないと入らないっすよ、ほんまやいいの見せたじゃないですか、ゲームをちょっと面白くする方を考えてしもったわ、一打さ面白いほんまにあれ谷本さんが今外してから一打差で最終ホールはロングですからね、うん、そうですね、これは面白いですよ、楽しみですナイスバディ、うん、今のはナイスバディ、あのボールに魂が入ってる、ね、うん、曲がれと思いながら、あの入り方されてイベント次パッと打ちづらいと、まあ、そうですね、珍しいミスですね、今のなんかこの前の試合のモードになってしまうで、打つ忘れとったわ、通しちゃうのに、よう入ったよね、よう入ったよね、よう打ったよね、まあおもろいね、1打差、1打差で最終ロングですよ、そうですね、面白い、最終18番のロングです、うまいとこにあの鉄塔がありますね、これ あそこ あれが目標でしょ、目標じゃないですか、多分そうでしょう、右に流れてきそうななんか感じですけどね、あれに打ったら鉄塔に向かって打つ感じですか、うん、まあでも意外とティーグラウンドフラットですよ、あそうですか、あの両サイドまあ受けてるからあれけど、まあコース的には、はい、さあ一打差になったけど、どうぞ、うわいい球、おーナイスボール、おおこれはいい球だったぞ、カード行った？行ったんじゃないですか？マジで？ああ、いかんいかんいかん、よし、ちょっと左、面白くなってきたぞ、面白くなってきたぞ面白くなってきたぞ面白くなってきたぞラフやな先パターったね
まあまあ、あれはもうそう出ないですか。そうだよ、そうそう、もう、もう右のヒールに当たって右のバンカーに、まあ普通は越えるんやけど、もうほんまのヒール当たって入る時がたまにあるから、それはなんか切ろうたよね。ここイーグル結構何回か、あこれよう出ますよね、距離的に。まあでもピンが今日奥やからちょっと出づらいかな。いや、なかなか面白い勝負になってきましたよ。そうですね。ただで見てて申し訳ない。ゴルフって上手い人同士だと余計なことなくて、こうやって普通にストロークプレーでやってもらうのが一番面白いですね。216ヤードアゲンスト4番アイアン、はい、めっちゃいい球したね、手前の段乗った。はい、ナイスオン。これイーグル取ったら面白いけどな。飛んでる。ナイスオン。乗りました。ナイス。すごいね。テレビ的によう、はい、2人ともよういい感じで打つな。いい球打ってますよね。一発もミスないですよね。なんかこう。すごい。ナイス。面白い。めちゃめちゃ興奮の展開ですよ。これ逆転勝利エンドプロもあるし、入れたらですね、うん、引き分けもあるし、はい、もちろん谷本さんの勝ちもあるし、すべて今からのパットで決まりますね。ナイスパットですからね、うん、ナイスパットです。ちょっと切れたよね、思ったより伸びたね。今度逆にこれドラマあるっすよ。で遠藤くんが外して次入れたらバーディー、でもそれで谷本さんが外したらパーだから、それでも引き分けになるのパターンがいっぱいある。ナイスバーディー。うます。お、福下やか。まあまあ。パー。ありがとうございました。よっしゃ。結果、2アンダーですよね、はい、で面白かった、めちゃめちゃ面白かったの。最後イーグル入ればどうなるかとかね、いろんなのがあったんですけど、だからまあお互いのプライドを傷つけない一番いい結論で、本当にやらせじゃなく本当に、引き分け、ひょっとしたら谷本さんが
プロのために外してくれたのかなってちょっと僕は思いましたけどね。わかりました。でもめっちゃ見応えがある。見応えありましたね。なんかトーナメント見てるみたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。瀬戸内海が見下ろせる自慢のコース、屋島カントリークラブ、ぜひ来てください。